また公認の会長人事に加えて、はい、今回のご判断は政治資金パーティー権をめぐる問題を受けての対応なのかご見解を伺います。はい、まず、政策集団のパーティーにおける、政治資金の問題については、昨日、党の、幹部をこの集めまして、この問題は党にとって、この、大変、強い危機感を持って臨まなければならない、こうした課題であるからして、党として一致結束、この国民の信頼回復に向けて、努力をしなければならない、こういった指示を行ったところであります。私自身、先頭に立って、政治の信頼回復のためにこの努力をする、こういったことを申し上げたわけでありますが、その際に、党内には無派閥の人間も大勢おりますので、総理総裁の任にあるうちは派閥を離れるというのが適切な対応であると考えました。いずれにせよ、私自身先頭に立って党の政治の責任、失礼、信頼回復に向けて努力をしたいと思っています。ですからそういった理由で今回この総理総裁在任中は派閥から離れるという決断をした、こういったことであります。すみません、毎日新聞です。はい、今の点で1点確認なんですけれども、党の信頼を回復するためにということで、総理にある際は派閥から、離脱されるということですが、他の自民党役員も派閥領袖が多くを占めています。こういった党役員についてその派閥会長や幹部からこう退任を求めるようなことを、岸田さんの方から指示されることは考えておりますでしょうか。いや、今申し上げたように私自身が先頭に立って政治の党の信頼回復のために戦うんだという思いを持ち、派閥から総理総裁在任中は派閥から離れるということを申し上げた次第であり、他の役員に対して派閥離脱等を求めることは考えておりません。もう1点、派閥が離脱されるとして、これはいつ離脱されるということでしょうか。これは派閥の関係者には伝えましたので、別に何日付けと今、取り決めているわけではありませんが、できるだけ早い時期に、この離脱、確認したいと思います。今日にでもその手続き等については確認いたします。これは派閥の体制については派閥で判断するものであると思っています。